国民をに対してチャレンジさせないんですかね。全部全国一律の規制だから、全国一律のルールだからって。僕生まれてこの方、社会人になってから、知事になるまでの間、労働法制で守られたことなんて一度もないですからね。38歳になるまでね、労働法制に守ってもらうなんて、これっぽしも一回も思ったこともないし、まあそれ今は、まあ今だってこれ特別職で労働法制で守られてるなんて、そんな立場じゃないと僕は思ってますけど、だから今まで社会人になってから今に至るまで、日本のその労働法規で守ってもらうなんて一度も思ったことないですよ。でそういう人間だっているんじゃないですか、中には。1億2000万人も国民がいれば、なんでそういう国民がもしいるんだったらね、それが日本の中で点でちりぢりバラバラになってるんだったら、そういう国民、大阪の御堂筋の周辺部に集まれっていうふうに言ったら、またそういう労働者を獲得する企業が来るかもわからないじゃないですか。なんでそういうことを日本の社会はやらないのかっていうのは本当不可思議ですね。日本全国でやれなんて言ってないし、僕みたいなそうやって働き方をやってきたのは、それを原則にしろなんてこれっぽっちも思ってないし、むしろ例外だと思ってるしね。で僕みたいな働き方をするのを日本国民の皆さんに多くに強要するつもりなんか全くないし、でもそういう人も 僕だけってわけじゃないけども、いっぱいいると思いますよ。同じようなやり方でやってきた人、それみんないろんなところでバラバラで、点でバラバラでやってるかもわかんないけども、それをじゃあ大阪の御堂筋周辺部で集まれっていうような、そんな地域を作っても何が問題なんですかね。さっぱりわかんない、その特区というものの、その根本的な位置づけとして、もともと特区というのは多分その一地域で試験的にやって、うまくいったらそれをやっぱり広げていくっていう前提のものだったと思うんです。違います。それは構造改革特区の考え方であって、今回の国家戦略特区は全国に広げるって話じゃないですか。それは構造改革特区がやっぱりうまくいかなかったのは、将来に全国に広げるって話になってしまったから、とんがったその規制緩和ができなくなったんですよ。今回は違いますからね。別に全国に広げるってことを前提にしてないんで。だから全国に広げるって話を前提にしてしまったら、この今回のチャレンジ特区だってそれはできなくなるんだ、できなくなるわけですよ。だからそれじゃダメなんですよ。それは特区にならないじゃないですか。もう中国だってまた今度上海やら何やらで特区やっていくわけでしょ。でみんなそれは別に誰もね、全国全体をね、労働法制のその規制からね、規制の網をもう解き放たせろなんて言ってないわけですよ。全国全体については、基本的には日本の国は今のやっぱり労働法制っていうものできちっと労働者を守っていくっていうのは、僕はこれは大原則だと思ってますよ。でもそうじゃない、それをそういうことで生きてきていない人っていうものも日本国民にいるわけですから、なんでそういう人たちの働き方まで縛るんですかね。大きなお世話だと思いますよ、そんなのは。でもその今言われたように、いや なんでそのいらないですよと、労働法制なんかで守られたこともないっていう国民がまずいると思いますか。まあ、そういう意思を持っている人はいるのかもしれません。いや意思じゃなくて、現実にそういう働き手が日本国民にいると思いますか。労働法制に守られずに働いてる人、現実に働いてる人ですか。明日すぐ首切られるとかいう人いっぱいいるじゃないですか、世の中に。でもそれでもやってる人がその仕事を選んでやってるわけですよ。なんでそういうところまで労働者の権利は守れっていうことをね言うんですかね。だから全員やれっていうふうに言ってるわけじゃないんだから、だからその人たちにも選択肢を与えて、やっぱりこれしんどいと辛いなと思ったら、ちゃんと労働法制で守られるところでね、働くことをきちんと保障してあげればいいわけじゃないですか。 なんでこのチャレンジさせてあげないんですかね。まあ、その今回のやり方として、その第一次安倍内閣の時 そのホワイトカラーエグゼンプションとかがまあうまくいかなかったので、その特区という名目で地方にある種責任を負わせて、国全体としての議論を避けてるんじゃないかというような気もするんですけども。だって国全体で議論する必要ないじゃないですか。ただでもその残業のことであるとか、いろいろその労働法制問題というのは指摘はされてると思うんですよね。だからホワイトカラーエグゼンプションも、だから日本全体でやろうとするから問題になったわけでしょ。日本全体のその一定 の役職で年収いくらっていうもので、それはもう残業代から何から出しませんよと、それ日本全体でやるってなったら、それは問題出てくるかも分かんないですよ。さあ待ってくれってなるでしょう。だからそれ地域で限ったらいいじゃないですか。そういう働き方をしたいっていう人がいるんだったらそこに行けばいいんだし、で嫌だっていうんだったら違うところでやればいいんだし、あとはバランスの問題で
原則例外どっちなのかって考えたときに、労働法制とかそういうものをね緩和していくとか、ホワイトカラーエグザンプションとかそういうものを原則、それが原則かっていったら僕はそっちが原則じゃないと思いますよ。もうこんだけの成熟した社会においてはどっちが原則かっていったら今の労働法制とか今の残業代制度の方が原則だと思ってるから、だから例外の方を特区でやったらいいわけじゃないですか。なんでそういう考え方にならないんですかね。だから日本全国でやろうとしたらそれはアウトですよ。それはやっぱり日本社会には不向きだと思いますよ。でも一部の地域でそういう人たち来たれっていうことで、嫌だったらちゃんと労働法制で守られるところで、働いたらいいっていうような、ちゃんとそういうことを保障する社会でいいんじゃないのかな。 なんでダメなんですかね。もうさっぱり分かんないんだ。やりたいっていう人がいるんだったらやらせてあげたらいいじゃないですか。いや、なんでダメなんですかね、聞きたいんですけど。だから日本全国でやるのは僕は反対ですよ。でも中にはやりたいっていう人もいるんじゃないですか。年収1000万以上、あれ年収要件がつくのかどうか分かりませんけども、年収1000万以上というような、それが20代でとかそんなので年収1000万もらえるなんて言ったらよっぽど能力がないとダメなわけで、でもその代わり解雇についてはこういうふうな明確なルール決めるよっていうようなことで、いやそれでも俺は1000万以上もらいたいからここで挑戦するんだっていう人が なんで出てきたらダメなんですかね。でそういう人がいたらね、そういう労働者を求める企業もいるわけで、でもその企業がだって日本全国からそういう働き手を探すのが面倒だから、特定の地域に行けばそういう働き手がいるっていうような地域があればそういう企業がまた集まってくるんじゃないですかね。で僕はそのエリアの中でここの企業ではうまくいかなかったけど、でも次はこっちの企業に行こうとか、こっちの企業では首切られたけども今度はこっちの企業に行こうっていうことはまたそのエリアの中で循環するんだったらそれはそれでいいと思うんだけど、なんでね国民をそうやって信用しないのかっていうのは僕は本当に日本の社会というか日本の役所の考えることっていうのは本当不思議でしょうがないですね。だから全体のことは国民の権利を労働者の権利っていうのはしっかり守りながらね、中にはやっぱりチャレンジしたいという国民だっているんだから、そういうところまでおせっかいしなくたってそう一定の地域作ってあげたらいいんじゃないですかね。まあ、そういう議論になるとその法律議論になってしまうかもしれないんですが、そのやっぱり法の下の平等とか法律でここまではちゃんと国が保障するよ、ここまでは基準作ってるよっていうのを特区というので地域的にこう変えてしまうことがいいのかっていう、まあちょっとそういう根本的な、そんな基準の空論じゃないですか。じゃあ国民の中で先ほど言いましたけども、労働法制で守られずに働いてきた人ってのはいますよ。それは、それをいいとは言わないけれども、でもそれでも やってきたっていうふうに別にもう、まあ、ある意味個人事業主みたいな感覚ですからね、仕事がなくなりゃ給料がなくなるし明日クビって言われるような状況で働いてる人なんかっていうのはいっぱいいると思いますけどもね。でだからそれが本人が納得しない中で強要されてるとかそんなのはね、それはもう法律でガンガンそういう悪徳企業を処罰しなきゃいけないと思いますけども、それを望んでやってる人っていうのもいると思うんですけどね、国民にはね、なんでそれを望んでる国民、それをやりたいんですっていう国民がいるんだったらなんでそれを後押ししてあげないんですかね。だから要件を全部なくせっていうわけじゃなくて、そこには年収要件なのかどうなのか、いくつかのそれは要件はつくと思うんだけれども、何でもかんでも自由にとかいうことではなくて一定のルールの下でっていうふうに言ってるんでね、なんでそれでもいいよっていうふうに、そういうことでチャレンジしたいよっていうようなことを後押しする社会にならないのかなっていうことで、こんな日本だったのは国際競争力もつかないだろうなって思いますけどもね。わかりました、ありがとうございました。大体新聞記者の皆さんって労働法制で守られてるんですか。一部その残業とかその辺については出てるんですか。出てますけども、その打ち切り制とかいろいろその全く同じあれではない、なんかあんまり皆さんだったらあんまり労働法制で守ってくれっていうようなそういう人種じゃないと思うんですよね。まあ、人種って言ったら失礼か、そういう職業の人たちじゃないような気もする。なんかあんまりそういうことですぐ残業代申請をして
あの